あ、どうもしです。ありがとうございます。新潟県九庄村ラーメン巡り上越寺編。上越。いやー、久しぶりにラーメン旅上越、はい、やってまいりました。はい。上越、これ何回目ですか？これ3遍目。八角亭龍馬軒と来て、うんうん、で今回ご紹介するのがですね、はい、こちらになります。山田ラーメンさんということで、あれ何年前ですか？3年前、うん、4年ぐらい前に、うん、一度ね、うん、動画でちょっとご紹介したことがあったんですよね、はい、この山田ラーメンが忘れられなくて、うん、ちょっともう一回こすりに来たというか、はい、美味しかったよ豚ガラでね、うん、俺衝撃だった、初めて豚ガラ食ったから。そう、ね、それそっかそっか、上越の豚ガララーメンっていうのを初めて食ったのがここなのよ、うん、でもこれを新潟県内ないしは県外に向けてやっぱ豚ガラを発信していかないとダメなわけですから、はい、ということで、はい、本日は、ああそうなんだよね、久々に食えるわけでもないんだった。あ、すみません、ご紹介忘れてましたけど、はい、カメラマン雇いましたんで、はい、今日は4人ちゃんとしっかり映ってる。そしてマイクが4人分しかないんで、喋、はい、っても声入らない。声あんまり入らないかもしれない。喋りたそうな顔してますけどね。いや、さっきね、うん、若干唇とか吹いてたのよ。ヒューヒューとか言ってんだけど、それ入んねんだよなと思いながら俺聞いてたんだ。じゃあ、行きますか。行きますか。はい、じゃあ、今回、カメラも入らない。じゃあ行きますか。ここは本当に久々に食いたい。これね、ちょっとあれですよ、なんか空気変わってると思いますよ、やっぱり。確かに新しい流れ来てますからね。1人メンバーが増えてますね。はい、僕はこれで。うわー、これこれ、うわー、やりそう。いや大丈夫だ、いやこれは食いたい、これは大丈夫だ。上越は食いたい、いきます。はい、はい、せーの、よいしょ。うわー、すげえすげえ。しゃー、あれ食えない人誰？あ、どうしよう、やった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 、あれやった、やっぱり2024年もお前なんだって話で、うん、俺今日気にしてたよ、これ食えない人どういう立ち位置なんだろうとかって言って。久々じゃない、ダーシー食えないの。あ、まあ、山口さん以来じゃない。あ、そっかそっか、うん、ちなみに私食べます。あ、まあ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 、まあ、いいんじゃないですか。それはちゃんと撮ってるよ、食っちゃダメなんだよ。いやいや、カメラマンなんて。いや、あのカメラマンはお前だから。あ、俺、うんうん、モザイク当然、うん、あ、そういう感じね、うん、あの僕個人的に食べるんで、うん、ちょっと隅っこの方で、はい、うわー、マジかよ。一応食べればいいんだよ、隅っこ。うわー、落ち込んでる落ち込んでる。よし、とっとと行くぞ。ちなみにカメラマンは食ったことあります？こうないです、ないです。ないですか？この独特のさ、駐車場いいよね。覚えてるよ。え、分かってるよ。それ味も覚えてる。美味しかった、味覚えてる。あーもうがっかりしちゃって、がっかりしちゃって。おい、酔っ払え。申し訳ねえて。おい、酔っ払え。お、俺とちゃんとコメントやれよ。おい、まだ飲んでない、まだ4本しか飲んでないから。上越までの道のり3本チャーハン食ったよな。そう、前回チャーハン食いました、全員で。あれも美味しかった。うわいける。こんな絵に描いた落ち込んでる人久々見たわ。なんか唐揚げあったよ、唐揚げ。うわ、本当だ。唐揚げ頼む。唐揚げ頼む。あ、パークあるわ。そうなっちゃうんだよな。店内で押して。あ、店内で。俺パーコ何しようかな。パーコでしょ。どう、希望は。チャーハン、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 チャーハン。ごめんね、チャーハンにちょっと今お休み。お休み。 あれ、ダッシュどこ行った。便所。もうカメラも入れるとそうやって甘えるんだね。なんかさ、いろんなラーメンの振り返るたびに、うん、名前は必ず出てくるじゃん、うん。あそこの豚ガラ美味しかったよねって。そうなので相当楽しみですね。あれ、ダッシュさん、うん、
ダーシもよくうまいうまい言ってたじゃん。言ってましたよ。山田さん最高だよね。山田さん、はい、もう上越豚グラを代表するラーメンの一角ですから。お前なんだその飲み物。アップルジュースだろ。あ？アップルジュース。シュワシュワしてんだっけ？炭酸入り。カメラマンも。カメラマンいい仕事してるわ。いい仕事してる。うん、カメラマンが。この初めての感じね。外れてカメラをたがいてる姿を撮られるっていう落ち込まりたいからね。ああ、みんなが美味しそうに食べてるからずっともう、うん、悔しい。抜いてもらってどんなマジで。でも右下らへんにワイプですそれ面白いな。ラーメンパンツ、いいんだ、4つでいい、うん、4つでいい、はい、優しい。食べれないです。はい、はい、すいません。いやな、申し訳ないけど食った方がいいろ。やっぱ唐揚げ2つ頼むんだ。酒も頼むんだ。唐揚げ2つ頼むんだ。申し訳ねえろ、やっぱラーメン5人もいて4つだ。僕も大丈夫だよ。いやいや、うわー、めっちゃいい匂いするわ。じゃあスープから。染みるわ。一番うまい、一番うまいんじゃない？で、その上越全部言ってみるっけ分かんないけどさ、うん、豚の甘みがさ、ちょっとコクがあって、うん、うまいんだ。いやもうね、もう食ってくださいよ、もう熱いうちに。ちょっとさ、麺がさ、透明感があるというかさ、これもなんか特徴だよね、縮れのね。もうたまらんわ、しみるわ。ちょっとだしにうんちく垂れようかな。お、語れる？いいぞ。豚ガラって、うん、どこだと思いますか？は？これはね、豚の膝から下の部位のこと言うんですよ。ああ、そういうこと？はい。パコ。はあ。いや、マジうまそうだよな、それ。最高よ。はよけや。ガンちゃんがケナルガって見てたわ。なんて表現したらいいんだろうな。もう肉厚で、もうジューシーさがすごいね。脂身ないしいいよね。うん、わかるわ。うん、さっぱりしてる。いや、絶対うまいやつじゃん、もう。最高。この豚の臭みが嫌にならない。むしろ豚の臭みを感じれないほどのうまさの凝縮。うん、すすれば進むほどにさ、甘みが広がってさ、口の中に。マジうまいじゃんこれ、うん、山田さんはあの日のままだったよ。だし、いや本当俺もお久しぶりです、したかったわ。食え食え、別に取らなくていいこいつ。いや、あっちゅうち食った方がいいよ、うん、いただきます。いいね。うわ、いただきます。この丼持って食うスタイルね。あんまりいないからこれ。うわ、めっちゃいい匂いする。おやさ、飲みますか？飲ましてくれんか。いや、直前まで行ってね。本当に煽り運転がすごいなこれ。今日中3と中1違うんだろ。違います。でも30超えたらみんな一緒かい。ちょっとパーク乗せるか迷ったんさ。ああ。でも乗せなかったら今大後悔してたわ。まあそうだな。うん。これがいいのか、かぶりついて。いいね、うん。これぐらいさっぱりだと女性もね、全然ヘルシーだからいけるね。胡椒もね、多分いいですよ。最高だと思うよ。うん。仕上がり。ワイプどうですか？ブラマツ帰りたい。
なんかあれなんですよね、上越豚ガラ、豚骨ラーメンとは全然また違って、こう白濁してないというか、何？見せ場？食べれると思ってまさか下調べしてきた、うん、え食べれると思って車の中で静かだなと思ったら調べて、いや俺お前以上に上越豚ガラ好きだからね、うん、タレ好きなの、うまっ、柔らか、思ってたより柔らかい、これいいですね、あうわやっぱそれだよな、それもありですね、わかるわ、うん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 、うまっ、本当に絵に描いたような外カリ、うん、中ふわすんごい柔らかくてもね、うん、外カリをもう一度楽しみたい気持ちもあるんだけど入れちゃいたい気持ちもあるよね、うんうん、豚ガラスミカラオケ最高です、これめちゃくちゃうまい豚ガラ？豚ガラスミカラオケカラオケ新しいジャンル作っちゃうのね、すごいね、なんかカラオケの新ジャンルだね、来る途中カラオケの話してたからもう引っ張られる、豚ガラシミカラオケまたカラオケになっちゃってるからテイク2でも同じ間違いしてるから、いやちょっとこれ箸進んだもんね、マジで3年前のジレッタイお前に対して、うん、自分自身に対してね、うん、本当に飲み込んでやろうと思って、下手な豚骨ラーメンよりさ、うん、凝縮されてるよな、うま、ん、みがなんかその家系とはまた全然別ジャンルな感じが、乳化してなくてでも醤油も感じながらもある、でも豚骨醤油かつはまた独自の路線というか味わいがあって、うん、でそう足を運んでもらえないよ、いや本当にもし豚ガラ食ったことないって人絶対食ってもらいたいよね、うん、このジャンルめちゃくちゃ美味しい、いいから鼻くそ飛ばしたいな、実にシンプルなラーメンですね、届いた、届いてる、一人でいいよ、唐揚げ食べていい、うん、いやだし美味しかったよ、マジで、うん、マジで美味しかった、知ってるよ、ここがうまいのは知ってるんだ、僕も、俺らの山田でしょ、ここのスープってエンドレスレインできるんだよ、エンドレスレイン、雨だ、ずっと雨だ、うん、そうなるよね、しかも雨、うん、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、いや、いい上書きでしたね、ママさん、いい上書き保存させていただきました、でここからですね、久々のダブルパンチもあるかもしれない、 お支払いサイコロ入れたいと思います、まあ、せっかくなんで、うん、ターミーが、俺ターミー投げしてほしいな、いきますよ、はい、うい、うおお来た、久々、めちゃくちゃ久々、ちょっとなんかさ今回ターミーが来てからやっぱ流れ変わったか、流れが変わったかもね、まあ俺でも40、50回目ぐらいですよ、うん、もう多分3回ぐらいだからね、やばいよね、すごく2回3つやばくない、じゃあ今日は惜しいと支払いということで、しょうがねえな、苦しゅうない、苦しゅうない、お父さん、ごちそうです、俺が1回引くまでにお前らが何十回も払うから本当にそうなんだ苦しゅうない、苦しゅうない、本当にそうなんだということで、山田ラーメンさん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでございましたか？どうでございましたか？山田ラーメンの久しぶりの、いやー、めちゃくちゃ美味しかった思い出をそのままに、また今日も美味しかったな、また唐揚げも美味しかったなっていうのを更新することができました。はい。ちょっと
ょっと、たぶんここで切ってもらっていい、はい、ここで、うん、全部すいません。いや、本当にね、やっぱり変わらぬスープのうまさ、うまいね、うん。ちょっと我々の住んでるとこではなかなか来れないんですけど、うん、まあ、数多くのうちらの YouTube のどこどこうまかったかっていうチャンネルでも結構行ってますよね、うん、上越の ちょっと一般人の方が入り込んじゃって、はいはい、すみません、ちょっとすみません、今そこカメラマンの仕事だから、うん、すみません、そう、うん、そこちょっとダメでしょ先輩な、先輩な俺。ああ、割とダメでしょ。あのちょっとあの一般の人、うん、割と上下関係うるさい人。ああ、そういうタイプいるっけ。もう時代じゃないですけどね。分かる。もうね。そういうね。昭和な感じでね。すみません、ちょっと今一般の方がちょっと紛れ込んでしまって、ちょっと映像乱れたって。乱れましたね。お見苦しいこと。大変失礼、はい。みんな一般だから。はい。ごめんなさいわ。さあ、ということで気を取り直しまして。はい。はい、近い。お指名させていただいて、ね、僕はどこでも、僕はほらもうどこでもウェルカムのスタイルなんで、いつどこでも、佐渡でも淡島でも、ちょっと待ってください、北から南へ一般の方手を挙げてる一般の方の応募は別に受け付けてないですよね。今日じゃあ初めてご一緒したということで、うんうん、ターミー、あ、ターミーが、じゃあそのカメラ持ってもらってそのまま手突っ込んで行きます。さあ初仕事、あ、じゃあそっちで発表していただいて、はい、我々わかんないんで、あ、お手伝いいいですか。あ、はい次回ちょっと待って待って待って、お前喋んの一般の方、一般の方すいません、違うの、ターミーの役目だからそれ違うの、うん、こう見せればいいの、なんかこなれた感出さなくていいですから、本当に、はい、ちょっとそこだけは、ここだけは、はい、あ、マイク取られた人権失ったでよ。じゃあちょっとターミー、はい、お願いします。ちょっとカメラ。では次回の旧市町村ラーメン旅の場所は、おっ、ドゥーン、荒川町。おお、村上の奥の方だ。荒川ね。あ、またちょっと。あれ。壁PK すんならじゃあ押さえないと危ないから、はい、ということで次回は旧荒川町に行きたいと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録、たくさんコメントお待ちしております。お待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。愛されるよりも愛したい。つよしです。こういちです。キンキキッズです。いいよ、やって。Say with me、ガラスの少年時代を。もうここで罰だから。使うからな、それ。ここで罰だから。いや、もう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 、出ません。つよし出ません。いや、僕ハマショーなんだよね。